新年明けましておめでとうございます。ケンさん、ピッカシュ、ジョニー、ギロワンでございます。2021年なっちゃいましたね。そして今日は1月の9日、もう明けてから10日近く経ったんですね。で、僕前回の、YouTube のアップからもうそんなに経ってしまいましたけども、実は理由があるんですよ。年末にちょっと寒くなった時に、うちの女房が飼っているメダカちゃんたち、家の中で飼ってるわけじゃなくて外で水鉢、ね、そこにメダカちゃんたちを入れているんですが、年末の寒波厳しいぞということで、私その水鉢を持って玄関まで入れたんですね。その日は何でもなかったです。1日も何でもなかった。2日からちょっと腰の調子がちょっときましてですね、年明け早々整形外科や、あと接骨院というんですかね、そこの方に行っておりました。で、治ってますということでね、こんなにアップが遅くなってしまいましたけども、そして新年の挨拶も遅くなってしまいましたが、今年も皆さんどうぞよろしくお願いしますということで、2021年、第1弾はね、僕らが子供の時に食べていたラーメン、これをあちら示しで紹介したいと思う。それがじゃん、見えますか皆さん、おきこラーメン、いっぱいラーメンありますけども、昭和30年代に生まれた子供たちはラーメンといえばこれできた。でね、鍋でお湯を沸騰させて、それにラーメンを入れて、いろいろ具材を乗せてこう作る方法もありますが、昔はね、お椀に蓋のついた丼があったんですが、まあ今もあるでしょう、きっとカツ丼とかもあるんだからね。しかし我が家にはない。そのお椀の中に直接このおきこラーメンを入れて、お湯をかけて、それだけでさっと、ね、あっという間に、これをもっと平たく言えばあっちゅう間に作ってみようかなと思ってます。ではお湯をポットで沸かします。では水が入ったポットスイッチオン。あっちゅう間にお湯が沸いたんで、さあじゃあこのおきこラーメン、これ開けたいと思います。あれ、昔はもっと大きかったのにこんな小さくなってる。あれ、これの4倍はありましたけどね。あとね、僕らはこれお湯かけてラーメンにしないで、時々お菓子の代わりにボリボリ食べてましたけども、まあ、チキンラーメンと一緒ですね。味も大体似てますよ。でも沖縄ではおきこラーメン。
さあ、じゃあこれを早速ね、中から取り出してお椀に入れてお湯をかけて蓋をして3分、おそらく3分待ちたいと思います。3分経ったみたいです。ちょっと開けてみたいと思います。お、いい感じに見えるかな。できてます。いただきます。うん、懐かしいあの味ですよ。皆さんが想像しているあの味ですよ。チキンラーメンです、ね、沖縄のチキンラーメン、沖子ラーメン。あ、これは美味しい。美味しいというか素朴な味ですね。懐かしい、子供の時思い出すな。これ、いや、うまい。麺もちょうどいい具合にね、いい感じの僕の好きな硬さですね、今ね。さあさあさあ、さっきスープも少し飲みましたけど、もう一回飲んでみよう。うん、チキンの風味当たっているかな。コンソメと言えばいいのかな。当たってないかもしれない。でもそういう感じの味ですね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ということで、おきこラーメン、皆さんも食べてみてちょうだいね。じゃあね、ちょっと即興で歌を歌いたいと思います。練習の帰りにみんなで行ったね。十字路の角のあのクソまずいラーメン屋へ。俺たちいつかビッグになろうなんて夢を語り合った。あれから何年経ったのだろうか。ヒゲは白くなりシワも増えた。でも俺はお前のことをあいつに聞いた。ありがとう My friend。 今でもまだギターの練習してるんだって。諦めんなって。ありがとう。